夢ラジオ第3023回、今日は令和3年7月13日火曜日です。時刻は午前11時半、あと30分したら正午になる、そんなお昼の時刻です。前の森では虫たちが鳴き始めました。夏は遠くの景色が見えなくなります。港のランドマークタワーもほとんど見えない。新横浜のプリンスペペもぼんやりって感じですね。センター南すら霞んでますよ。さて、夏の日、今回は北条氏綱取り上げましょう。北条氏綱、勝って兜の尾を締めよ。いい言葉です。小田原北条氏は5代続きました。初代北条村、2代目が今回の主人公北条氏綱、3代目氏康、4代目氏政、5代目氏直、そして氏康の頃、3代目ね、氏康の頃、武田信玄とこう対立もすれば和睦もする。そして氏政、氏直、4代目5代目の時に秀吉から攻められて、そして北条氏は滅亡しました。今回取り上げるのは2代目の北条氏綱。あんまり注目されない北条の2代目ですが、実は北条と名乗り始めたのはこの時からです。初代北条早雲はこれは後の呼び名で、実はずっと伊勢宗瑞だったんですよ。で、この伊勢宗瑞っていうのは室町幕府の政所執事をやってる伊勢氏、応仁の乱の時伊勢貞親、そしてその子供伊勢貞宗、有名ですね。この伊勢氏がなかったら幕府は立ち行かなかった、そういう、まあ今の言葉で言えば官僚にあたる伊勢氏一門に生まれた伊勢新九郎ですよ。伊勢盛時と呼ばれたりもしますね。この伊勢新九郎が、まあ、出家して伊勢宗瑞、そして死後に北条早雲となった。ですから氏綱が家督継いだ頃はまだ伊勢氏綱だったんですよ。そしてこの北条早雲がですね、今村の家臣、今川、失礼しました、今川の家臣として出発し、そして足利茶々丸を破って伊豆を手にし、そして上杉扇ヶ谷から小田原を取り、北条早雲の代で伊豆相模、この2カ国を領有する、そういう大名となった。戦国大名と言っておきましょう。で、それを受け継いだのが氏綱です。ただし何度も言いますが、この時まだ伊勢だったのに北条と名乗り始めた。しかもこの時代
自分で勝手に名乗っても浸透しませんので、一番手っ取り早いのは室町幕府に認めてもらうことですね。氏綱はその働きかけもしたようで、ですから氏綱当初家督を継いだ頃は、例えば敵対勢力ですよね、山の内の上杉、あるいは扇ヶ谷上杉も直に対立することとなりました。そして小学坊足利が正氏の頃になってますね。でこの小学坊両上杉家からは他国の逆とみたいなこと言われてたわけですよ。他国の逆と、要するに関東に地盤もないのにですよ、伊勢宗瑞がポッと来て、で勝手に伊豆と相模を奪ってしまった、なんだこいつはという、この時も鎌倉久保いませんから、古賀久保、そして両上杉家、ここからこう言われて立つせないわけですよね。それで北条を名乗った。でこの他国の逆となんて言ってたこの上杉の者たちも、直に北条氏綱と言い始めたんですよ。ですからその敵対している側が北条と呼び始めたってことは、おそらく室町幕府が認めて、よし伊勢氏綱ではない北条氏綱だというふうに認めたんでしょうね。でその幕府が認めた呼び名を使わないとなると、今度はこれはこれで幕府に対する逆進となりますから、敵対していた古賀久保もあるいは両上杉も北条氏綱っていうふうに言い始めたんですね。で目安制というのを導入し、この目安制というのは訴えたいことがあれば中間職を飛び越して、中間にいる侍を飛び越して直接北条家に話すことができる、そういう目安制。ってことは中間職が悪いことをしにくくなった、つまり作られちゃうわけですね。下から上に。そしてこの北条氏綱の時代にやっぱ際立っていたのは、これは早雲の頃からそうですが、さっきの中間職の権限を制限する、そして中間職を監視する、中間職が税をくすねない、真ん中に入る者が税を取り立てて、そのうちのいくらかを自分のものにして上納する。でこういうことをするから、その中間職が声太り、そして民は搾取され、国が傾く。室町幕府で政所、要するに財政を司っていた伊勢氏、その流れ汲む北条なれば、この辺の仕組みは熟知していて、ですからその中間にいる侍、中間職の権限を大きく制限した。このことによって四公六民という非常に軽い税制を達成できた。画期的ですね。ですからちょうど信綱
信綱じゃない、あ、そうか、氏綱ですね、失礼しました。氏綱の頃といえば10歳ほど年下の武田信虎、甲斐の人ね、甲斐の人武田信虎と、まあ、10歳信虎の方が下なんですけど、でもまあ同時大臣で、この時甲斐の信虎はもう飢饉に苦しめられているわけですね。しかも何年も続くような飢饉、そして甲斐だけ飢饉ってことはありませんから、当然伊豆相模でも飢饉が続き、けれどやはり北条の治世においてはその被害は軽かったようです。税制が四公六民という民に優しいものだったからね。ちょうどこの氏綱の時、古賀久保とさっきお話しておりますが、千葉の方にお弓久保っていうのがいたんですよ。お弓久保、そしてこのお弓久保、これ足利義昭、足利義昭って言っても室町幕府十五代将軍の義昭とは秋が字が違います。こっちは明るいという字です。お弓久保、足利義昭、このお弓久保と今回の主人公北条氏綱はずっと連携していたんですね。でこのお弓久保が古賀久保だの上杉だのと対立しているもんだから、結局北条氏綱も古賀久保両上杉と対立する羽目になった。そして先代の北条早雲が今川の家臣から出発していたので、今川とは伝統的に良い関係なんですよ。今川との関係がいいからこそ北条氏綱は古賀久保とか上杉と対立することもできた。けれどですね、時間が経ってくるとそのような敵味方というそういう関係も壊れていくのが戦国時代ですよね。結局敵対していたはずの古賀久保と氏綱は徐々に接近していくことになります。やがてはこの古賀久保、正氏から春氏の頃に変わっていきますが、この春氏の頃にさっきのお弓久保、足利義昭を滅亡させる、ですからずっと同盟関係にあったはずのお弓久保、このお弓久保を滅ぼしたのは北条氏綱なんですよ、今回の主人公。そしてこの古賀久保に対して北条氏綱は自分の娘を正室として入れる、さっきの春氏ですね、そんな関係にまでなった。つまり一時敵対していたはずなのに自分の娘を、そうするとこれ嫡男生まれたら外戚になりますよね、古賀久保に対して北条が。つまり氏綱の時代になって関東の覇者が北条となったんですよ。そして関東管領の称号も与えられました。北条が関東管領になった。つまりかつてはですね、北条のことを、ね、他国の逆徒と呼んでいたその古賀久保がですね、時が経って、そして娘も正室としてもらったと、じゃあ認めないかんということで関東管領、けれどですね、関東管領は山内上杉がずっと
担当してましたね。ですからこの16世紀の前半です、16世紀の前半、大英から天文に変わる頃、この頃は実は関東管領が2人いた、つまり山内上杉と北条で、この関東管領が2人いるということから、当然この山内上杉と北条は仲悪くなりますよね。これが後のその山内上杉を継いだ上杉謙信、この上杉謙信と北条氏康との争いになっていくわけなんですよ。関東管領が2つもあったからね。また敵と味方になることもあれば、味方と敵になることもある。これが戦国時代、今川、初代北条早雲以来、今川とはもう親戚付き合い。そしてその北条氏親、この北条氏親の叔父にあたるのが北条早雲でしたね。北条氏親の叔父にあたるのが北条早雲で、その北条早雲の息子が二代目の北条氏綱で、この氏親の後を継いでいた氏輝なんですけど、今川氏輝早くに亡くなり、そしてもう一人弟いたんですけど、この人も亡くなり、なんか同時に亡くなったってことなんですけど、そして今川義元ですね。でこの今川義元が家督を継ぐことになりました。でこの今川義元の家督継承を快く思わない勢力が今川内にはありましたから、その義元の家督継承を万全にするためにも、北条氏綱は援軍出してるんですよ、義元に対して。花蔵の乱と言います。花の蔵ね、花蔵城ってとこにその敵の勢力が立てこもったから、花蔵の乱、これを鎮圧して義元がしっかりと家督を継げるようにした恩人は氏綱なんですよ、北条氏綱。なのにですね、この義元がその恩人である氏綱を裏切って、甲斐の武田信虎ね、甲斐の武田信虎と同盟結んじゃったんですよ。で信虎と今回の主人公北条氏綱はもうずっと対立していましたから、甲斐の武田と北条のね、相模の北条はずっと対立してたから、もう氏綱としてはさ、なんでって、親戚付き合いずっとやってきた家族同様の義元が、でこの前の花蔵乱ではもう助けてやった、それがうちに何の断りもなしに信虎と同盟関係を結んだ、これは北条への敵対行動ではないか。で樹形にとかを通じてですね、この承服しかねる、そういう意思を伝えたんですけど、義元はこの信虎との同盟を再考すること、考え直すことはなく、つまり同盟このまま継続するぞと。ですからかつてあれほどの味方だったその今川に氏綱攻め込みましたよ。これ第一次加藤の乱と言いますね。川の東、川は山水ですよ。第一次加藤の乱ですから駿河の東半分ぐらいを北条が取っちゃった、義元は取られた。後に北条氏康三代目
北条氏康の時代になってこの義元から取り返されて、これが第二次加藤の乱となりますが、まあこのようなもう敵と味方がガラッと入れ替わる、そんな時代、戦国時代でしたね。でこの北条氏綱の時代に鶴岡八幡宮、これをきっちりと修復する、これは実はあの鎌倉公方、あるいは関東関連の仕事なんですけど、もう鎌倉公方も関東関連もどっか行っちゃってるので、氏綱がやり始めた。でこの象徴的な意味は、関東の覇者は北条なり。やがて三代目氏康の時にその勢力が大きく拡大していくことになりますね。氏綱もう病倒れ、息子氏康に家督を譲るという時に家訓を残していますね。氏綱から氏康への遺言、大将によらず侍も義をもっぱらに守るべし、義に互いてはたとえ一国二国を切り取りたりといえども、後の時代の恥辱いかがばかりか、天運尽き果て滅亡を期すとも義理互えまじきと心得なば、末世に後ろ指を刺さるる恥辱はあるまじき候。昔より天下を知らしめす上とても、ひとたびは滅亡の気あり、人の命はわずかなれば、無先心あるべからず、古き物語聞きても、義を守りての滅亡と義を捨てての栄華とは天地格別にて候。大将の心格のごとくにおいては、侍義理を思わん、その上無道の働きにて利を得たる者、天罰ついに逃れがたし、義を重んじて滅亡する方が義に背いて一瞬栄えるよりいいぞと、何より後世からの視線を気にしろ、まあ日本人の心に響きますね。氏綱の遺言続けて、万事倹約を守るべし、カレー好む時は下民をむさぼらざればいずるところなし、倹約を守る時は下民を痛めず、侍より地下人百姓までも風紀なり、国中風紀なる時は大将の矛先強くして合戦の勝利疑いなし、亡き父伊勢宗瑞殿は昇進より天聖の福神と世間に申し候。さこそ天道の妙がにてこれあるべくそぶろさぶらえども、第一は倹約を守り、カレーを好みあたわらざるあたわざるゆえなり、侍は古風なるをよしとす、当世風を好まば、おそらくはこれ軽薄者なりと常々申させたまいぬ。一番有名なところ、手際なる合戦にておびただしき勝利を得て後、おごりの心できし、敵を侮り、あるいは不行儀なること必ずあることなり、慎むべし慎むべし、格のごとくさぶらいて滅亡の家、いにしえより王し、この心万事に渡るぞ、勝って兜の王を締めよということ忘れたもうべからず。氏康に対して、お前はわしよりも出来がいいからこの程度のことは分かってはいると思うが、まあ、このような時に聞いておけば忘れにくくもなるだろうからあえて言っておく、そういう書くんですね、遺言というか。北条五代、100年続きました。
しかも宇治政、宇治縄の時に無謀に豊臣に歯向かうからあそこで終わったんであって、あのようなバカな決定しなければ小田原もっと続いたでしょう、北条はね。その土台築いたのはこの氏綱であり、この家訓、この遺言、これを氏康もそして氏政も心にずっと留めていたから北条は続いた。だから氏政、氏直の時のあの決断は悔やまれますね。あんまり知られない武将けれど、関東の歴史に大きく名を残し、そして私みたいな、ね、相模に暮らす者としては、このような古の、ね、知性ある人物、世が見えた人物、紹介するのは嬉しいことですね。3023回、今回は北条氏綱、勝って兜の緒を締めよ、お話ししました。火曜の昼です。